ルファーの奥山です。アドレスの時にしっかりハンドファーストを作るというのはとても大切なんですね。なので今日はそのことについてお話ししたいと思います。アドレス、これピッチングなんですけども、ピッチングの時は体の中心ぐらいですねにボールを置いて、手元が左内ももぐらいになります。そうするとハンドファーストができますね。ハンドファーストっていうのはこのシャフトが斜めになってる、これはハンドレイトで、これがハンドファーストで、これがまっすぐということなんですね。で、自分の手元が体の中心や右もも前にあるとすると、このような形になってしまいます。で、ここからテイクバックすると、テイクバックというのはヘッドがこっち、ここに来ることをテイクバックというので、この動きをするクラブがここからこのグリップエンドを中心にこのように動いて、こっちに来る動きが邪魔になりますよね。こうします。こういう動きからいくと、ここからコックを入れてこうやっていくので、非常に上げづらくなります。最初この状態からトップを上げるっていうのは余計な力が入ってしまうので良くないんですね。なのでハンドファーストで言えば少しこっちに折れてますよね。で、こっちにハンドファーストで折れてるこの状態から少しずつコックが入って正しいトップの位置に来ると。で、ヘッドが先ほど言ったこっちの位置に来て、で、そこから足リードされてヘッドが走るというのがゴルフのスイングです。なので最初のハンドファーストがしっかりアドレスで作れていないと、テイクバックがスムーズに上がりにくくなります。結構レッスンしていても手元を自分の中心に持ってきたり、右ももにいる人結構いるんですよね。それとかピッチングで結構左に置いて中心に手元があって、このように構えてるとか、もうこうやって構えた時点で成功率はすごい減ってしまいます。再現性が下がってしまうので、アドレスは大事にしてください。そしてハンドファーストでいることによって、ちゃんとテイクバックの指導がやりやすくなるので、このアドレス時のハンドファーストは大切にするようにしてください。ドライバーとかでもほぼまっすぐがちょっとハンドファーストっていうねっていうのが理想です。これドライバーじゃないですけど、ドライバーだとこの辺の位置ですかね。で、このようになるので、ドライバーでこうやって構えてると、これまた、こうやって、思いっきりコックを使わなきゃいけなくなってしまうので、まっすぐが、ちょっと気持ちハンドファーストになってるかな、みたいなアドレスをして、テイクバックをすると。っていうのが、大切です。ですので、アドレスの時の手元の位置や、ボールの位置、そして、ちゃんとハンドファーストになってるかということを気をつけてください。しっかりアドレスをすることによって、テイクバックのスムーズさが違います。テイクバックがスムーズに入れば、切り返しで足も使いやすくなるので、違和感のないスイングができると思うので、皆さん、アドレスをチェックするようにしてください。この動画がいいと思った方はグッドボタンを、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。